こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカのですね、M 型最後のフィルムカメラボディ、ライカ M7 になりますね。はい、ご覧の通りライカ M7 ですね。はい、ライカ M8 からはですね、デジタルカメラになってしまいましたので、これがですね、最後のフィルム M 型ボディということになるわけですけれども、露出優先のですね、露出系がついておりまして、 M6 よりもですね、だいぶ使い勝手が良くなっているわけですけれども、意外とですね、流通が少なくて、お探しになっている方も多いんじゃないでしょうかという感じですね。はい、外観から見ていきますけれども、外観はおおむね大変美品ですね。ご覧の通り、シルバークロームボディですけれども、こう、軍幹部とかも擦れ当たり、凹みとかですね、角の当たった跡はありませんし、アイレットの摩耗とか、ストラップの金具の跡などないですね。背面も綺麗ですね。フロントも摩耗とかですね、ないですね。はい。底蓋もですね、保護用のフィルムが貼られたままになっておりまして、当たりへこみとかですね、擦れなどはありませんね。三脚の跡もないです。針側がですね、ややですね、ちょっとこういう端っこの部分にですね、ちょっと、浮きがありますけれども、まあ、ここからベロベロと向けてきちゃったりとかですね、そういう感じではないですね。はい、あとは特に、申し上げる感じはないかなと思いますね。こういうですね、革のちょっと浮きだけ、はい、ご留意いただけましたらと思いますね。はい、まあ、特に直すほどのものではなかったので、このままにしておりますけれども、気になる場合はですね、オプションから整備をご依頼いただけましたらですね、こういったものは全て補修してお届けいたします。はい、続いてですね、ファインダーですけれども、ファインダーも綺麗ですね。曇りカビ、バルサム切れとか、ホコリきっちりの混入は見当たりませんね。ファインダーも、接眼部から見ても綺麗ですね。はい、曇りカビ、バルサム切れとかですね、ちりほこりの混入も見えませんので、だいぶクリアです。フレームセレクターと、レンズの脱着によってですね、ブライトフレームもきっちり全種類、くっきりとはっきりと出ておりまして、見づらかったりとかですね、ゴミで見にくくなったりしてませんね。薄くなったりもしてないです。で、ピントの二重像ももちろんくっきりはっきり見えておりまして、縦ずれもなくですね、ピント合わせ、フレーミングともに何のないファインダーです。LED 表示ですね、このファインダー内の LED 表示、露出表示とか、シャッタースピードの表示もですね、もちろんちゃんと見えておりまして、露出系の精度もですね、きっちりと正確に測定しております。まあ、ほとんどですね、こう、オートでお使いいただくとは思うんですけれども、一応、マニュアルでも、シャッタースピード使えますので、はい、低速から見ていきますね。電気式のシャッターになりますので、電池が切れるとですね、シャッター切れなくなっちゃいますんで、気をつけてください。ただですね、電池が切れても、はい、こちらのオフにして、この60分の1と125分の1ですね、このラインが入っているところですね。この2つのシャッタースピードだけは電池が切れてもですね、機械式シャッターが切れるような仕組みになってますね。はい。なので電池が切れてもですね、万が一電池が切れても写真撮れなくなっちゃうよということではないです。はい。じゃあ1分の1秒から見ていきますね。これが1分の1秒ですね。電気式のシャッターですので、大変、はい、正確ですね。次が2分の1秒です。2分の1秒ですね。はい、次が4分の1秒。はい、低速のシャッターにシャッターの粘りとかないのをお分かりいただけますね。このダイヤルがですね、M3 とか M4 とかとは逆回転になってますので気をつけてくださいね。はい、中速125分の1秒です。はい、これきっちり切れてますけれども、まあ、ちゃんとよく見ないと見えませんので、はい、きっちり開いているのが分かりいただけると思います。で、もってですね、こう、スイッチをこう切って、125分の1秒。こちらもですね、電池が切れないとダメなんですかね。はい。ということで、切れてます。はい。
はい。底蓋を外していきます。底蓋外してもですね、中身に金属の腐食とか、ですね、サビ汚れ、その他素材の劣化もないようですね。はい。シャッター枠も大変綺麗ですね。1000分の1秒高速シャッター切れてるかどうか見ていきますね。はい。一瞬ですけれども、こうきっちり開いてますので、1000分の1秒もしっかり開いてますね。はい。オートでしっかりとですね、シャッタースピードが露出によってですね、変更しているのも確認しておりますので、シャッターに全く問題はありません。はい。底蓋もしっくりと閉まっておりまして、きつすぎたりとかですね、緩かったりもしてないですね。はい。付属品はこちらの、ボディキャップになっております。はい。電池はですね、この LR44 っていうですね、このボタン電池を4個入れればいいんですけれども、正確にはですね、この LR44 を2つ繋げたような大きさのこちらの、電池ですね。こちらも使えますね。まあ、正式にはこちらを使ってくださいということだと思うんですけれども、まあ、あんまりない電池だったりするんで、こちらの LR44 ですね。これを4つ入れてください。はい、こんな感じですね。電池は今回付属しませんので、注意してください。はい。別途お求めになってくださいね。ということでですね、ライカ、最後の、フィルムカメラ、最後のですね、ボディとなっております。ライカ M7 ですね。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。